おう、青年。あ、どうも。なんだい、お前ここで飯食ってたのか、いつも。ええ、時々ですけど。お待ちどさま。あ、ありがとう。お姉ちゃんはいつ頃からここで働いてんの？半年前からです。仕事はきつくないかい？まだそんなに。経営者いじめないか？なんか意地悪そうな面してるじゃん、あれ。本当よ。いくらお客さんがいっぱいいてもね、誰も知った人がいないとなんだか物足りないのね。たとえさ、お客さんが少なくてもその中に知った人がいてさ、私を見ていてくれるなと思うとね、とっても気持ちが弾んできちゃうの。だからね、今日はお兄ちゃんのためにバッチリ踊っちゃった。本当よ。そんなことやれたら毎日来なきゃなんねえじゃないか。そういう子だけダメよ。明日の汽車でまっすぐ岡山に帰ります。うん。じゃあ新幹線の切符、僕が買います。いや、いい。年を取るとな、早い乗り物に乗ったって仕方ないんだ。別に用があるわけじゃないし。うるせえな。なことを言うと寅さんに叱られるかもしれませんね。バッかけ合って。寅さん。はいよ。今ね、ひとみちゃんからのハガキを読んでいたら、寅ひとみちゃん。この通り言うじゃないか。私ね、逃げてきちゃったの、結婚式から。そりゃよかった。Sakura-san, please, don't cry. Sakura-san, 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 please, don't cry. Sakura